皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。早速ですが、グラブル実況やっていきます。早速で悪いが、ガチャの時間だぜ。スタレジェの石の方を回したよ。前半はスルーね。欲しい石でもあるのか。ゼウス系の石を一つも持ってないから狙っているよ。無理に課金もしないけどね。複数属性アップの石とか出るとちょっと悲しいぜ。虹2個出れば期待できるけど、どうかな。早く寄せよ。録画の音が出ていなくてもたもたしてるようです。安定の虹1個だぜ。しょうがないわね。ムーン美味しいです。アヌビスか、実はちょっと欲しかったんだよね。なんか高級カバンって最近で安い気がするぜ。被害揃ったしな。ところで今日は何をやるんだ。ケルベロスとフェンリルの討滅戦をやっていくよ。ああ、過去にあったやつね。修正あったけど核武器入手だしな。ケルの一番難易度が高いやつは事故が多いから、注意点とかおさらいね。フェンリルからスタート、対策しないと普通に全滅まであります。運でどうにかなる時もあるけど、それをなくしていくぜ。今回提示できている理由は、マウントが2枚欲しかったからだよ。主人公のベールとアルルのスキルで2枚か。そうね、高い位でアポロンのマウントもあるよ。ビルファーの床カリオスさんとアルルのデバフを与えたようです。よく外れるけど、今回は大丈夫だぜ。注意点は HP75、50、25% の時にあります。とりあえず、この辺は大丈夫そうだな。今回はモーテッドオーブンを使っているけど、サラちゃんとかでもいいね。ジークフリートも育っているなら水耐性とゲージ吸えるから便利だぜ。オイデンのオートイブニットは強いね。ターン終了時にゲージ100溜まるのが、2ターン続くぜ。1は王子連発が楽しそうね。10点中の奥頭も気になるね。とりあえず 75% までにマウントは使っておくこと。回転が速い主人公からのがおすすめよ。さっき言ってた 75% が近いぜ。マジラダが快適にするマウント欲しいんだよね。これが真理の意志です。幻想の中で滅びよ。セレネディーロシー目障りなの。めっちゃ加速してやる。威力は弱いんだけど、次に続けて大ダメージが来るよ。耐えれないのか、こんなスキル使ってもいいし。ヘルだとほぼ全体確定麻痺だから食らうと何もできないよ。なるほどな。それてめえらの喉ぶり。かなりダメージあるな。まだマシな方よ。後でも言うけど敵のバフありだと一発で壊滅もあるからね。デバフもさっきの技で回復されているから面倒ね。50% でデバフまた回復されるならミスト打たなくてもよかったんで。どこでいいならいいけど、ここまでのアルミのマウントは貼っておいたからとりあえず大丈夫よ。確かにこれは2枚欲しいぜ。ご苦労様。それ。俺様、可愛いだろ。滅びを与える。最後くらいまで来たね。おいで。このパターンだけでわけだな。ここもマウントでしっかり回避。さっきの麻痺技で敵のバフがついてるぜ。
そのために実験を持ってきています。ここでデバフはまた回復されるからダメだろう。確かにやっていると難しいね。お前の終わりは見えているよ。ちなみにディスペルでバッケしてないとさっきので死んでると思うよ。弾張る覚悟で来いや。ヘッドショットが発動したね。この対戦時にも適用されるから殴ってきてほしい。幻想の中で滅びよ、セレネディーロシー。ブレイク時かわいいね。嫌だったな。ギャップがいいわね。そしてオイゲンはスルーです。敵対心上がってるのに。しかし、これ周回するのは大変だな。そうね、前回ので一本は完成してるから無理するつもりはないよ。25% に1投目。待ってたぜ。ダメージの運勢は回りそうだぜ。うん、アポロンはまだ使ってないよ。敵のバフが切れているのは何なの。多分だけど麻痺をマウントとかで回避してるとこうなるよ。てめえらの次のターン、どうぞ。敵のバフは消してあげますよ。って引き攻めなんじゃないかな。かわいいだ。ああ、麻痺だったら想像できないから、敵のバフマジで死んでもらおうということな。そうね、でも 50% の時はバフ消えてなかったから注意ね。おえずら書くなよ。君の力となろう。滅びを与えよう。この海で決まりそうだな。待ってたぜ。たらふく食いやられ。いやー、結果どうで。これが真理の一致です。幻想の中で滅びよ、セレネディーロシー。決まったわね。今回はうまく決まったな。次回はケルベロスの方をやっていくよ。なるべく早く上げれるように頑張ります。それでは、ご視聴ありがとうございました。